人参ということで、今回もセブンイレブン、はい、ファミリーマート、ローソンでうわ、買ってまいりました。今回豪華シッシッファミリーマートから紹介します。明太ソースともちチーズのお好み焼き、ベコチーズ出ました。お母さん食堂のごぼうサラダ、タルタル卵マカロニサラダ、ファミマ限定のクランベリーチョコレート、ストロベリーチョコ、そして流行のタピオカカフェオレ。ファミマ以上です。こんなにあってセブンイレブンいきます。ホワイトチョコかけバームクーヘン、ホワイトチョコかけバームクーヘン、ホワイトチョコかけバームクーヘン、ホワイトチョコかけ、ホワイトチョコかけ、ホワイトチョコかけバームクーヘン、チョコもちたい焼き。すいません紹介しといて、これデートする。おい、デートすんな。1分の2、ん2分の1、ん半日分の野菜、ごまが香る豆乳鍋。うるさーい、うるさいのはお前だ。ずんだ団子、チーズ蒸しケーキサンド、チョコティラミスシュー、ツナ明太。ツナ明太これは熱いよ。ローソン限定いきます。ふわふわブレッドカフェオレクリーム&ホイップクリーム、もちぽにょ。あーぷにょぷにょするの、あーってする癖やめな。俺のサイドステップ。クロワッサン、エビ&ブロッコリー、豚肉とカリカリ梅のサラダ、生姜焼きのサラダ、チョコラサンドキャラメル、もっちチョコパン。これ新商品か。確かにめちゃめちゃ食べてた。今出るのですね、これは。これいうのもいっぱい出てきたよね。もちもち水餃子と野菜の中華スープ、ベーコンと野菜のチーズクリーム、生パスタ、リガトーニアク、リアトーニクワトロチーズ、リガトーニクワトロチーズだ。ジェラトーニか、なんか入ってこれ。ジェラトーニいいんだ。ファミマ以上です。いや、もうそんな。こっからはコンビニの共通のお菓子ですね。プコン、薄塩味、プラスファイバー。上見てください。お腹の調子を整える難消化性デキストリン配合、片揚げポテト、海苔塩香るチーズ味、韓国海苔、海苔カラムーチョ、スパイシー海苔味。なんで海苔だね。海苔なんだ。ピザポテト、コクのチーズ味、コンソメマシマシパンチ、エルバンドカシマシやん。チップスターホワイトチョコレート、つかの優勝したやつにそっくりやん。去年の12月じゃなかった。いや、もう1年前じゃん。覚えてねえよ。去年の12月優勝したの覚えてんのやばいから。絶対適当。ラッキーベーコンマヨ、でっかい。なんかそんなラッキー出たら今見えた。俺見ました。ヒカキンさんプロデュース、こだわりカレー味とこだわりチキン味です。ありがとうございます。ちなみにこれはね、一足先に食べてしまった。食べました。ベビースターの味で一番好き。嬉しいね、こうなんか紹介できんのがね。いや、ほんとよ。ほんとに友達が紹介できんだもんね。友達ではない、大先輩だって。俺会計するときちょっとドヤ顔だもんな。ここにじゃがりこ、激辛インドカレー味、じゃがゆりこ、これじゃがアリゴを作るような商品が出ました、公式で。じゃがビー、大人のふりかけわさび味、お好み焼きのまんま、コアラのマーチ、ほっこりチーズケーキ味、そして出ました、じゃん、肉厚チップス、鳥貴族、しかも重さ、重いの、重っ。ポテトチップス、海苔塩とごま油味、片揚げポテト、ブラックペッパー、マヨタシ味、そしてこちら、じゃん、万歳三椒、あられ味、サムライジャパンチップス。いや、きりねえから、これ毎回出るから。毎月なんかラグビーもあったから。ラグビーもあった。焼きマカロン、マカロン、焼きマカロン、マロン、スムチョコ、お菓子で遊ぶの最上級。ホームパイ、大人のリッチチョコ味、ガンダムマン、オーザック。すまん、これもう小学校からオーザックが一番好き。新商品かと思って買ってきた。グレープバーム、生ハイチュウ、アセロラーゼ、フィッツグミ。飲み物いきます。レモンと乳酸菌、イミュース、フルーツパンチの三ツ矢サイダー、リプトン、グリーンティーマスカットミ、スタバから、ストロベリーピスタチオモカ、フルーツティー、アップルティー、レモンスライス入り。これ面白い。マジか。練乳ラテが出ましたね。以上でーす。ー今回茶色ですぞ。これすごい、もう2段重ねですか。2段3段重ねですか。シッシッ、じゃあシャスビー、おねしゃすビーか。これは食べてほしい。これもううまいわ。うまっ。これ以外ね、最初の方にヒカキンさんいただきましょう。後半に行くと失礼なこと言うから。いらねえよ。いただきます。いただきます。うん、甘い。うめえ。ヒカキンさんの表情何、スタジオ入った瞬間じゃない。こっちだよ、ここ。ヒカキン見ててさ、おわっ、感じだけど、サムネみたいな。あー、そうスタジオ入って、お前がやりますの、おわっ。プラスファイブね。ピザポテト多分薄くなったんだと思う、ちょっと味が。本来のこれよかは多分相当薄い。従来ね。従来うまっ、これ。あと引くうまさよ。韓国海苔。えぇ、ー、危ねえ。あとちょっといってたらランチパックみたいな。辛むちょや、辛っ。ザ、韓国海苔。うまっ。めっちゃ詰まってんだよ。ターゲット。鳥貴めっちゃ気になるんだけど。初めて見る形状の。いや、マジ思ってんだけど、これ。険しい顔。あれにそっくり。とんがりコーン。とんがりコーンよりかは美味しくないけどね。海苔香るカリカリチーズ、
俺的には海苔だったらピザポテト。海苔…ピ…ん？ブラックペッパーあるよね、確か。片揚げポテト、挽回の動き。挽回ですよ。挽回の動きですよ。バカうまい。シャカシャカチキン、昔ブラックペッパーあったんですよ。ブラックペッパーだけなくなった。でもあれ、歯にね、ブラックペッパーつくの。あー、だから地元ではよくいじめられたね、バットで。シシごま油、どうぞ。うまい。うまい、でもうまいけど、プレーンって感じ。カラムーチョ、もう一回トロトロトロ。カレー、あ、え、これはコイケアのポテトチップスの海苔塩味とカラムーチョが。なるほど、うまい。これ泣きそう。トルシで何かあったんか。これ言っていいですか、大人のふりかけ。いいですよ。ツンとする。ああ、これも海苔。海苔ばっかり。海苔入ってない、ないんじゃない。何かしらで入ってる説。お好み焼きのまんま。お好み焼きの感じある、このキューブで。おいしい。クッキーの食感にちょっと似てるというか。ごちそうさまでした。いやいや、早っ。これ作りますか。作るようだから、ね、なんかめちゃめちゃマヨネーズ強い、ね、ポテトサラダだからね。うまい、これだけでも。これすごいな。ってことにしとこう。これだけでも。それにはしない。激辛インドカレー。これやばいけど。あ、辛い辛い、めっちゃ辛い、これね、めっちゃ辛いわ。うわ、それね。炭酸いた。ミルクセーキの、ミルクセーキそっくり。練乳の味をそのまま再現っていうのは嘘。なんかもうちょっと強く書いてほしくない。いや、本当に辛いんで注意みたいなの書いてほしい。そうそうそう。侍ジャパン行っていいですか。もう味はもう分かってる。誰が出るかな。ローズ出るかな。来た、タクヤだ。カイタクヤ知ってんのか。ここで出たものは飾られるんだ。これ、それ見て。アイニョンに被ってるよ。ブチ切れるんじゃないよ。シシ。ふっと。ブロッコリーの匂いすご。パスタと同じ味なんだけど、全然パスタじゃないから。うん、だから不満なの。じゃあ一応作ってみました。これ。じゃがユリゴで。しかもちゃんと点線も書いてあって分かりやすいんですよ。点ではないやな。あ、もうすごい。あ、すげえ。おお、同じ。何と僕たちが作ってたやつと同じ。ああ、大食い選手か。これがプニプニ。そしてこれがこ、何これ。インフィニティストーンじゃない。ベーコンチーズ。うまっ。キモ。アリンコ。ゴキブリか。何これ、原告米みたいなの入ってる。めっちゃうまい。うまっ。ツナ明太ね、意外となかった組み合わせじゃん。でっかっ。男らしいな。コンビニでさ、女子高生ぐらいの女の子がさ、あ、温めますか、あ、お願いしますって温めるんだよ、こうやって。熱っ。めっちゃ可愛かった。バンって置いたの。熱っってやったのがめっちゃ可愛かった。怒る人すぐ怒るから、コンビニで店員さんが、うん、ちょっと俺の前にガタガタってこぼしちゃって、ごめんなさいみたいに言うの、うん、いやいや、そんな謝らなくても大丈夫ですよみたいな、うん、いや、怒る人は怒るのでみたいな。どれその人。だマジで怒るやつやばいよ。早くしてって怒られるからね。最速この店で最速。シシ。うまそう、大好き。おいしい。あっか、うめえ。パン類っていいですか。クロワッサン。クロワッサンの優しさとエビのプルプルさがうまくなってる。つい、いがしてもらう。うわ、これ食感が柔らかいからセイキンさんでも食べれてで、チョコレートが入ってるんだけど、チョコレートがしつこすぎないように層になってるので。なるほどね。チョコレートが分散されてて甘すぎず、これ早速おすすめできます。ナイス。いいプルポとすると配達するやつだ。こちら、ポン酢めマシマシパンチ。カレーみたいなのあるもんね。具材山椒で全部が、うわっ、めっちゃ山椒すごいわ。これ気になるよ、パッケージ。またそう書いたやつね。お口一切ゼロやん。いただきます。めっちゃうまくない。ベーコンじゃん。燻製ベーコンみたいな。これ気をつけて、舐めない方がいいよ、これ。うまっ。結構でもヒリヒリ。山椒かな、これ。これうまいわ。グリーンティー飲みたい。あ、じゃあ、これあげる。はい。さっぱり好きとしては大好き。レモネードみたいな感じ。乳酸菌ゼロ。千億個あるよ。千億個あるけど、ゼロって言った、君は。これとか飲む意味ある。タピオカってさ、俺ら相当舌超えてるから、多分ね。目標なんだよ。こんにゃく
畑を想像してほしい。比べちゃうとって話やん。そう、別にまずいわけでもないし味が悪いわけでもないんだけど、うん、最近流行りのタピオカこれかっておじさんとかが買ってこれがタピオカだと思われるのは嫌だね。誰タピオカのタピオカを生んだ人、生んだ人、その穴からうんちだ。こちらフルーツティー、いろいろゴロゴロしたのが入ってる。スムチョコ、足場コアラの感じ。いや結構辛い。おしゃれなシャーペンの上についてる消しゴムじゃないこれ。絶対バレないよこれが刺さってても。あーこれサムネの可能性もあるからね。いやいや弱、良くなれば。来ました、来たサムネ、サムネ完成です。ここに新商品うまっこれ。新しすぎんな。初めて感じだよ。クラッシュ、クラッシュ雑貨屋さん。こちらも行っていいですか。一応パスタの部分にいいのかな。腐ってたナッツがあるね。味は言うてさっきのとほぼ変わんないよ、うん、水餃子いきますか。あ、うまい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 、これうまい。これ給食で出た時俺毎回おからしてた。これうまい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 のよ。うまい。でかいやつからさ、いきましょう。でかいやつから先行きましょう。お、ずんだ。いや、でかくないやんってツッコミ。魅力ないよね、やっぱり。俺らがさ、30年後の新商品だよね。14歳の時に、さあ今日の新商品は、時の1位。この時の1位、これか。お菓子とかさ、味濃いって。そう、薄味がいいんじゃん。薄味がいいんじゃん。ポップコーンとかめっちゃ上位。体にいいやつめっちゃ上位やし。生姜焼き弁当の米がサラダバージョン。お肉でサラダが進む。ドレッシングとも合うし。うん。野外ユリゴ入ってるやん。豚肉とカリカリ梅のサラダ。あ、美味しい。さっぱり。え、なんか春みたいな味する。使い方が。でもなんか出会いと別れって感じ。いや、春だね、それ。中国の9月じゃん。中国に詳しいやつみたいになってる。サイコルうまいからな。あ、うん。うまそうだ、うまっ。なんか膨れんなになってきた。M くんはどう？ M くんになっちゃった。シティボーイのジンタンとすげえ話したいことがあったね。学校の給食、牛乳瓶じゃない。瓶、瓶なの？俺さ、東京の子たちは、ちょっと待って、ん？あ、こっちか。東京の子たちは、瓶知らないよっていう話をされたわけよ。ずっと瓶。うざすぎー楽しんでる時に肘が当たってしまって牛乳瓶ドカン割れてしまう。あれをみんなで片付ける青春を、じゃあ東京の人は知らないんだ。めっちゃ知ってる。うわめちゃめちゃやってた。それ給食食べてる最中に紙で作った牛乳キャップ入り回ってくんでしょ。で、牛乳キャップはこう爪が短いと全然できないから。できないんでしょ。昨日爪切っちゃったから。あるある。何層も何層もある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 。食べない時はもう親指でズドンズドンのあるあるも超あるある。ちゃんと周りにピュッピュッってやつあった。おー、ある紫のやつめっちゃ同じ。めっちゃ出た。そしていや、誰のなんだよ。いや、お前の今出たやつ。お母さん食堂ピロピロトロン天才のやつじゃない。いや、知らない。あ、それ知らない。ピロピロトロン、それ以外は自分で撮ってるから。ピロピロはね、撮ってた給食当番。えマジで作ってくれてる人いる。栄養士さん、栄養士さんいるよ。いるの。いんの。いるよ。シシ後半戦いきましょうか。あー、チーズケーキダメだ。俺、俺チーズケーキ苦手。うん、食べれっちゃってる。食べやすいか、ここは。ホームパイうまい。甘さ控えめ。クランベリーチョコいただきます。あ、大きさが結構バラバラなんだ。ほんとちっちゃい。全然違う。でかくないこれ。茶色だからわかりづれ。すげえ。あ、良さそう。うん、あ、優しいわ。セイキンさん噛んでんな、これ。ガンダムマン、何が来ると思う。手遅れの予想的シャーズナブル。え、独特だね。アムロ買っとくわ。すぐ貼る。あの子、うわ、モカだね。袋とじあるじゃん。でも袋とじあげてこれだよ。すごくない？どんだけ密閉したいの。警備やばい。 YouTube スペース すごいよ。 YouTube スペースくらい警備取った。やばいやばいやばい。スライム、うーわ、天外っ子みたい。それ下焼き、優しい。ショコラサンドキャラメル、いや、売れずにはいられないと。売れずにはいられない。焼きマロン、俺はもう食えねえ。マロンマロンしてます。甘
ハングリーもう一回やります。あ、それだ。全部開けるか。とりあえず。何層も何層。ストロベリーピスタチオモカ。ストロベリーの要素ゼロ。すごい色合いが綺麗だ。423キロカロリー。あ、あんま、あしょっぱ。反対側。甘じょっぱいやつだ。次はセブンのチーズ蒸しケーキサンド。うまっ。やだ。セイキンさん見てるの。監修だね。こいつもめっちゃ優しそう。持てない、優しすぎて。力出した、これ。これ、クワトロブレイクのふわとろもんじゃ。うわ。もう半分しない。もう、どんだけ少ない。うん、カステラだ。でもカスちゃんとテープなことでは、はい、ラスト、ラストですね。中身シャリシャリ、シッシ終わりました。わー、今回めちゃめちゃ多かったね。ヒカキンさん、ヒカキンさんもいるってことは忘れ、もちろんお互い様だよね。お互い2種類ある。ファイヤーの1位はこちらです。おー、ノリカラムーチョ。辛いの苦手だから食えないんだけど、海苔で辛さがちょっと控えめになってて、うん、中和されてて食べやすい。このやっぱうまかった、本当に。ヒカキンさんいなくてもうまい。いや、わかるよ。私行きたいと思います。これもマジで良かったっていう前置きを置きつつ、いやマジでこれ美味しかったっていう。これかなー。ペッパーチーズのペッパーハンドマヨ。それやっぱうまかったよね。うん、でもちょいちょいなんかね、黒米みたいのがちょっとカリッとしてる。ああ、確かに食感が違う。うん、そこはある。だから食感も楽しめるっていう、アクセントがあるよね、食感に。アクセント、これが1位です。最後まで見てくれてありがとう。ということで、11月の新商品どうでしたか。めちゃ美味しいのがたくさんありまして、1位迷っちゃったんですけど、もう何度かこれに決定しました。全然も本当に美味しかったです。明日のスカイピースはウミガメのスープってしてる。それでは楽しみに。特別賞よ。特別賞ですね。それです。スムチョコ、これは特別賞をあげたいと思います。これはすごい。